皆さん、こんにちは。SAP ジャパン土屋です。私は SAP で、小売業担当として、小売業の皆様、お客様が持つ様々な業務課題や経営課題を把握し、それを解決するソリューション、またその施策を一緒に考えていく、そんな役割を持っている人間です。私が説明する、このセッションではですね、まず、小売業の皆様がどんな課題を持ち、今どのような IT を活用しようとしているか、こんなご説明を差し上げたいと思います。まずは従来の、小売業と何が変わってきたのか、こんな振り返りをしたいと思います。小売業というのは、もともと自社で扱う商品を決め、その販売需要を的確に捉えて、メーカーとの仕入れ交渉を行い、チラシに代表されるような、プロモーションを行って、集客し、そこで売れたものを販売動向に応じて商品を補充する。このような、商品、需要予測、プロモーション、補充。ここら辺の機能をですね、高回転で高効率なオペレーションを実現することで、規模を拡大しながら、低コストなオペレーションを実現してきた。こんな特徴があったかなと思います。しかし、ところが、この考え方が昨今通用しなくなってきているという声が非常に多く感じられます。その理由としては、まさにスマートフォンの普及をはじめとする消費者側の物の買い方が大きく変わってきたということが最大の理由として挙げられるのではないでしょうか。まさにお客様の多様化が始まっている。その代表的な例としては、お客様は店舗に行かなくても物を買えるようになった。アマゾン、楽天。こんな例が代表的な例かもしれません。まさに今起こっていることっていうのは、既存のプロセスにも非常にインパクトを与えてきます。商品。こちらも店舗単位で考えていたものが、実はお客様によって、ここに来店するお客様によって需要が違う。店舗単位という考え方がなかなか通用しなくなってきた。チラシ、こちらも地域という考え方が通用せずに、個人の興味、というところに、依存するものになってきてしまった。まさに従業員、ここもより専門性の高い知識を店舗では求められるようになった。サプライチェーン、従来即日配送なんていうことが当たり前のようになってきてしまっているので、店舗でのサービス効率、こちらも大きく変わってきてるかなと思います。ここで言えるのは、従来の顧客志向の変化が、従来の既存のプロセス自体のさらに高効率、さらに高多様化を求められているということが大きく言えるのかなと思います。こんな昨今の世界、ここのお客様の変化自体は変えられません。なので、企業は継続してここに追随していく必要があるというのは言うまでもないことかなと思います。ここで SAP 自身もこの変化に早くから着眼して、我々自身のご提供するもの自体に大きな3つの変化を与えました。1つはお客様とのインタラクションですね。オムニチャネルを代表とするお客様とのインタラクションチャネルの強化です。2つ目、お客様のそこから得た、購買履歴等を含めまして、お客様の需要データを的確に捉えて、それを既存のオペレーションに確実に反映していくと。お客様需要に基づいた既存のオペレーションの変革っていうのが2番目です。で、3番目がまさに、高サービスを求められている。先ほどの即日配送を代表とするサプライチェーン側のインパクトが非常に大きいです。国内だけで物を流通させている時代はもうほとんどないかもしれません。で、グローバルで物をどう調達して、どこにいくつ、提供するか、ここのコントロールが非常に重要になってきているという裏返しだと思います。これらをファンディングするために、SAP としても大きく小売業様向けの機能として、拡充しているのがこの3つのテーマになります。1つが先ほど言った顧客様需要にミートさせるためのカスタマーセントリックという考え方です。お客様需要にミートして既存のプロセスを、再統合するというのが1つ目。
あとはお客様の需要を的確に捉えて、実際にエグゼキューション、分析、そこの補填っていうのを的確に行っていくお客様需要型サプライチェーン。で、最後がオムニチャンネル。的確に継続的に、お客様とのエンゲージメントができるファンデーションを作るというのが大きく小売業として強化された部分と言えます。ここからは実際 SAP の、お客様、がどんな取り組みをされているか、どんな傾向があるのかを海外、国内で少し見て、振り返って見ていきたいと思います。で、まず最初にグローバルでの取り組み。ここは大きく3つに分類されます。1つがコア領域。これは規模を拡大する企業のセントライゼーションを推進する取り組みだと言えます。ここで問われるのは、グローバル標準、法令遵守、低コスト化が特に強く要求されます。まさに、ここでは複数国、地域にビジネスを早期に展開するために、SAP のような共通基盤を用いて確立していく。こんな需要が非常に高いです。次に、競合領域。ここには記載があるように、小売企業のコア機能といったマーチャンダイジング機能とした、中心とした仕組みがここに属します。ここで問われているのは、プロセス標準、生産性向上、自動化っていうキーワードが非常に色濃く要求されます。まさにここは従来から他社との差別化を推進するために、企業は多様なサービスを提供し続ける。で、それでもオペレーション効率を上げていくというところを実現するために、エンドトゥエンドなソリューションを要求するという傾向がより強くなってきています。まさにここのいろんなサービスを展開する上で、ここの部分がいろんなサービスを展開する上で、複雑化、プロセス、IT が複雑化しているっていうのもこの領域だと言えます。そして最後が差別化の領域です。ここはまさに企業がトップラインを伸ばすための重要な施策を担う部分でございます。ここで要求されるのは一貫性、俊敏性、モダン性、まさに早期の ROI を要求するというのがここの領域で大きく問われている部分でございます。で、さらにここでの傾向としては、ここの取り組みを推進すると、既存の競合コアというところに何かしらなインパクトを与えている。まさに既存の複雑性が新しいことをやろうとしたボトルネックになっている。こんなところが言えるかと思います。一方、国内ではですね、ここも同じような傾向があるっていうのは実数的なところです。5つのポイントにまとめました。1つが顧客エンゲージメントの強化。まさにここはオムニチャネルコマースがキーワードとして、実現手段としての具体化っていうのがより推進されている領域です。次、グローバリゼーション。これは国内成長からグローバルの成長に舵切りをした企業様が多く、ここの需要を形成しています。3番目、人材価値の最大化。ここは実際人の質を変えていくというのは、長期プランの中で本格的に取り組み始めたというのもこの領域です。4番目。こちらは成長の過程において IT がボトルネックになってきているということが顕著化されていくというのが、ここでの需要になります。ここでの多様性を対応するために ERP というようなキーワードが、上がり、そこで我々にお声掛けがかかるケースが非常に増えています。で、最後がですね、もともと我々が強かったグループ内の業務の最集約化。ここではさらなるコスト低減、さらなる拡張性維持というところが問われています。まさにこういった企業様の戦略を裏返しするような、実際の、オポチュニティというか、改善機会が我々としては理解できるところかなと思っています。以上のように、国内、国外も含めてお客様の変革のキーポイントを的確に理解し、それに対して我々はソリューションを IT をもって皆様にご貢献するというのは大きく変わらない部分でございます。そのため、オムニチャネル、カスタマーセントリック、リアルタイム、カスタマーロイヤリティ、
まあ、いくつかのキーワードで皆様のご興味が高い部分を中心にソリューションを組み立ててご提供していく姿勢は今後も変わらず続けていきたいと思います。私からのお話は以上でございます。こちらに関するお問い合わせ等がございましたら、弊社営業担当に遠慮なくお申し付けください。ご清聴ありがとうございました。